よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー持ってますね。はい、ここはね、埼玉県吉見町のね、ローソンですね。で、俺様ちょっと道を間違えちゃったんでね、本当は道の駅に行きたかったんですけどね、で今地図を見てね、道を確認したんで、多分今度は大丈夫だと思うんでね、向かおうと思います。はい、車が今来て、あ、大丈夫ね。じゃあ出発しましょう。はい、出発進行、ナスの進行、キュウリの抜かつけ、千葉屋の原町は、おしっこいろーということでね、あ、車来てる。あ、大丈夫かな。左、こっちからね、こうやって出よう。さっきなんか俺様がこう入るときになんか出ようとしてたジジイ、なんか出方がすごい乱暴だったね。トラックが来たんでね、止まりましょう。トラックが来ているのに飛び出すやからは自慢やんだけですね。はい、OK です。はい、ここはね、40キロ制限ですね。ヨン様はペ様と言い換えられるからね、40キロ制限はペ10キロ制限とも言い換えられますね。はい、さっきあったね、なんか体育館があったんですよ。体育館があったところまで戻って、そこから体育館があったらすぐに右に曲がる感じっぽいですね。ここはなんかこの地区はね、ゴミを捨てない運動を推進してるらしいですね。でも千葉県の原巻は捨てたいですね。まあでもこの辺にポイ捨てしちゃいけないから、ちゃんとね、ゴミ箱や焼却炉に捨てるべきですね。絶対俺様ね、道間違えてると思ったんだよ。俺様いつも地図よく見るのあんま好きじゃないからね、めんどくさいじゃん地図見るのって。だから適当に感覚で来るんですけど、毎回間違えるんですよね。でも地図ちゃんと読むのはね、嫌いなんですよ、めんどくさいから。とりあえずね、もう向かうんですよ、この大体の感覚で報告して、毎回間違えるんですね。があったらすぐ設置ですね。そう、まあ、イチゴはね、5時までやってるっぽいんで、まあ、5時までに、ね、間に合うから大丈夫。まだ2時半ですけど、
臭くなってきたね。まあ車体どうなんだろうね。喋んなくて、黙ってても一応動画があるから、そういうところは楽ですよね。あっち公園の、あ、結構ですね、一番。この辺はなんかイチゴが名産なんですね。千葉県用のイチゴね。混んでますね。駐車場止めるとこあるかな。ちょっと遠くてもいいんで、空いてるところに止めたいんですよね。ましたね。それではさようなら。ボーボー。